丸山の自然の中で雪遊びを楽しむ子どもたち。そこには優しく見守り支える人たちがいます。今回は地域で子育てをサポートする団体の活動をご紹介します。 NPO 法人子育て応援風車は、子どもの豊かな育ちをサポートし、子育てに優しい地域づくりのために活動する NPO 団体です。2歳児を対象に行うトコトコクラブは、四季折々の自然との触れ合いを通して子どもたちの五感を育み、豊かな成長を促します。また友達と集団で過ごすことで、自立心や社会性など生きる力を身につけることも目指しています。保護者にとっては、子どもと離れ自分の時間を持つことで子育てに余裕が生まれ、お互いの成長につながるといいます。上のお兄ちゃんの時も参加させてもらっていて、自然の中で毎週毎週豊かな経験させてあげられるのがいいなと思って、この子も楽しんでくれてるっていうのもあって、自分も落ち着いた時間を持てるようになりました。2009年に開設した子育て拠点てんてんは、小さなお子さん連れの方や出産を控えた方などが集う憩いの場です。利用者同士の交流はもちろん、子どもの発達を学ぶ寺子屋学習会や、助産師から赤ちゃんの抱っこやお世話の仕方を学ぶ赤ちゃんふれあい講座なども定期的に実施しています。代表理事の山田さんは、30年以上実家のように頼れる手厚いサポートで子育ての悩みに寄り添い続けています。特にこの丸山の地域は、全国からの転勤族が多く住んでいる地域で、だいたい 85% ぐらいの方が自分が生まれ育った町ではない地域で子育てしている、私たちは自分らしく子育てを楽しんで、子どもは子どもとして育っていけるようなこう環境が整っていけばいいなと思って、風車としてできることを行っていきたいなっていうふうに思っています。ここだと子どもたちとも一緒に遊べるし、その時その時の悩みをいつも聞いてもらってます。全ての人が安心して暮らし子育てができる地域を目指して、風車はこれからも子どもたちの成長を見守っています。